の巨匠、ジョバンニ・ベッリーニが1510年頃に制作した盤上の油彩画である。現在、ローマのボルゲーゼ美術館に所蔵されている。1505年の牧草地の聖母、1509年の聖母子、1510年の聖母子と比較対象になる作品である。本作を制作した当時、ジョバンニ・ベッリーニはすでにほぼ80歳になっており、ベネツィア派の巨匠として自身を確立していたが、未だに絵画の新しい傾向を取り入れていた。そのことは、当時評判になっていた画家ジョルジョーネを想起させる風景の叙情的描写にも明らかである。オリバーリのような批評家は本作をベッリーニの最後の執筆の聖母子とみなしているが、ハイネマンは工房の作品であるとしている。聖母子はお互いに視線を交わしていないが、両者の間の絆は交錯する仕草によって表現されている。聖母マリアは幼子イエス・キリストをしっかりと抱き留めることはなく、鑑賞者の方に幼子を提示している。ほがエントリーハット abhttps://www.galleryabogese.net ポートフォリオアイテムズバージン&チャイルドベリーニ2021年7月25日閲覧ボルゲーゼ美術館の絵画。ありがとうございます。